強い、がうのは弱い。何が起こるかわからない。うーのとパンチの今日もどこかでダイナマイト。うのとパンチの今日は逸脱走でダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノー。まずは今日はこちらまではどうやって来られたんですか？東京駅から新幹線。あ、新幹線約1時間半だね。あ、1時間半で来られるんですか？うんうん、輝きっていう新幹線だったかな。輝き、東京から輝きで1時間半で。野呂君たちは車でしょ？そうです。我々はもう武蔵小杉からテスラに乗って、乗ってまいりまして、一回中野でスーパーチャージャーで充電をしてやってまいりました。その様子をね、VTR で撮ってきましたので、ね、分かってまいりました。こちら見ていただきたいと思います。どうぞ。でそれではですね、テスラの方に目的地を、入力していきたいと思いますな。野沢温泉逸脱走。はい、出てきました。こちらでございますのね。今から 184.7 キロ、こちらの武蔵小杉からございます。で早速こちらの方を押していきたいと思いますな。ポチッとでございますな。はい、ですね、現在時刻が6時18分ということですね。逸脱走に向かうのが10時21分。今から4時間3分ということで297キロの行程でございますよね。せっかく長野に行くわけでございます。長野にはテスラのスーパーチャージャーがあるということで、途中でですね、スーパーチャージャーで充電して、で、野沢温泉村逸脱走まで向かいたいと思いますの。それでは、ファンチさんに追いつきを追い越せで出発進行。オアシス佐久平というところでございますの。そしてこの長野の佐久はですね、佐久市の方はですね、私ちょっとご縁のある方がいらっしゃいまして、元プロ野球選手、埼玉西武ライオンズ、広島東洋カープ、福岡大ホークスで活躍され、ライオンズレディースのコーチを務め、そして現在は、今年からできた佐久長聖高校の女子野球部監督に、任命されました野々垣武さんがこちらにいらっしゃるということでございます。そう、その佐久長聖高校があるのはこちらでございますね。いつかね、ダイナマイトで取材なんかさせていただければと思いますのでね、野々垣さん頑張ってください。よろしくお願いいたします。長野の方にやってまいりました。 43% の残り充電となっております。さあ、まだね、余裕は全然ございます。まだ全然余裕はあるんですが、まあ一応念のために、せっかくね、このテスラのスーパーチャージャー長野でございますので、テスラの方充電していきたいと思いますが、まずこれを取ります。で、ここのボタンがございますね。ここの見えますかね、ちょっと見えづらいかな。ここの丸のボタンを押して開きますので、でここに出れば
充電開始。簡単でございますので。はい、こちらでございます。数の、現在こう充電を開始しているということですね。43% で今からこう、いるということでございます。90% までですね、充電が回復いたしましたので、じゃあこちら取り外したいと思います。はい、取りまして。はい、これで完了でございます。野沢温泉逸楽荘。今左折して分身に、はい、ダーマすごいだろう。いやこれちょっとすごいですね。こちらはバサシと。バサシ、はい。はい。まあまあ、いただこう。あ、はい、です。よし、ちょっとじゃあいただきます。すいません。すいません、いただきます。はい。いただきます。どうだよ。うわ、やわらかい。なんだよ。そしてまた、うん。ニンニクが来る。うん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 。なんで冷たいそばなのにふーってやるんだよ。本当にね。コシがあって美味しいですのでこれ。水だよ。水道水からして違うからね。綺麗ですのでやっぱり水が違って美味しいですね。やっぱりこの年になると水と空気のうまいところが一番だな。いやー、素材が違う、素材がこのキュウリとツナで、うん、初めて見ました、こんなグラタン。これは広島カープの選手で言ったら誰かね、ギャレット、ヘンリー・ギャレット、うん、懐かしいですかな。ギャレットさんですね、キャッチャーもできるギャレット。実は野球少年たち、はい、なんか合宿で来たり、あ、冬はスキーの若者たちが集まって合宿したりするところらしいんだよね。あ、それでいろいろこのポスターが貼られてるってことですね。うん、うん、ここのお母さんが畑で採れたやつだって言うんだよ。あ、すごいな、自家製の。いただきます。あー、うめえなー。あー、おいしそうですね。これはね、はい、種も飲んじゃうタイプなんだ。明日の朝が楽しみだから。入ってくるかもしれない。うん。ダマダマダマ。ダイナマイダイナマイ。甘いですね。甘い。子供たち、スイカはここまで食べよう。ね、ね、本当ですよ。赤いとこ全部食べる。パッパパーパッパパパーパッパパパパパパパ。かき打った、パンチ打った、大きい大きい、入るか、入った、ホームラン、さよならゲーム。本日はこれにてゲームセット。よっしゃー、クッキー、クッキー。本日は宮本、そしてパンチ佐藤のためになんと112万5千人の皆さん、ありがとうございました。また次回もお楽しみに。うわー、髪吹雪が2センチ2センチ小さくしてるよ。塊がうまく巻いてくるよ。いつも元気で走ってる、パワー全開で、うのとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノー。
ンバン思い切りフリーサーやーお城ファンはのぶちでかいホームラン期待しとるんじゃけかっ飛ばせ喉がきダーマー。あの我々の YouTube チャンネルをですねあのご覧にくださってる方もですね結構増えてきたんですけど、はい、まだねもしかしたらあのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね多分ねいらっしゃると思うんですね。まだそんな人がいるの教えてあげてよ。そうですよね、簡単なんだから。簡単でございます。あのですねあのまだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときですねチャンネル登録というボタンが出てくると思うんです、うんうん、でそこをピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録、うん、終了でございます。わからないときはですね、うん息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよピッそうですのね、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。